こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も知られざる激戦を紹介していくよ。今回は何の戦いを解説するんだ？今回はバグラチオン作戦を解説していくよ。この作戦は1941年から45年にかけて行われたドイツとソ連の戦い、いわゆる独ソ戦で、1944年の6月にソ連赤軍が発動した大規模な反攻作戦になるよ。めっちゃ昔にやらなかったか。そうだね。本動画は大昔の動画のリメイク動画になるよ。なので、もう知ってるわって人はブラウザバックしてもらっても大丈夫だよ。よろしくね。それでは解説していくぜ。1941年6月22日、ドイツとその同盟国軍約305万人による大ソ侵攻により、独ソ戦が勃発。当初は快進撃を見せてソ連西部の各都市を次々と、占領した枢軸軍も、ソ連首都モスクワでの戦いや、コーカサス地方の、スターリングラードでの敗北以後、徐々に戦線をソ連赤軍に押し戻されたよ。1944年の1月にはレニングラードを包囲していたドイツ軍は完全に、追い払われ、5月にはクリミア半島がソ連赤軍に奪回されていたのぜ。ここで、1944年6月初頭の戦線を確認してみるのぜ。東部戦線南部ではソ連赤軍がより西方深くに進出し、その戦線は黒海沿岸の都市オデーサから、カルパチア山脈の北側に沿って、コロメア方面に達し、そこからは北へ曲がってプリペチ昇格地まで届いていたよ。戦線中北部は枢軸軍が南部に比べて約400キロほど東方に突き出した形となり、そこからペイプス湖まで多少の差はあれど北へ戦線が伸びていたよ。かなり歪な形をしているわね。枢軸軍が当時劣勢なことを考えると、中北部の枢軸軍の後方連絡は、常に南側から脅威にさらされていると捉えることができるわね。1944年春、この南からの脅威を枢軸軍は春のデーネーに頼ることで、なんとか戦線を安定させていたよ。でも、この春のデーネー期が終わりを告げた時、ソ連赤軍はどこから攻撃を仕掛けてくるのかという問題は、ドイツ軍を悩まさせたよ。ドイツ軍、そして指導者ヒトラーは、ソ連赤軍がカルパチアとプリペチの間を抜けて約450キロを走破し、バルト海へ到達して7個軍を要する、ドイツ2個軍集団の大老たちに来るであろうと考えたよ。この進撃を成功させることができれば、戦線中北部のドイツ軍に対する、補給は空路か海路しかなくなってしまうわね。結果、ドイツ軍は大規模な装甲兵力をポーランド、ブレスト周辺に送り込んだよ。その数は4個装甲軍団、内訳は8個装甲士団、2個装甲敵団兵士団という、大規模なものであったよ。この兵力集中は、ドイツ軍の懸念したバルト海方面への攻勢に対しては、一定の効果が期待された一方で、他の戦域のドイツ軍の弱体化を招いたよ。1944年6月時点で戦線中央を受け持っていたエルンスト、ブッシュ元帥率いる。ドイツ中央軍集団には第3装甲軍、第4、第9軍の3個軍総計約89万名が所属し、1000キロ近い前線を守備していたよ。しかし中央軍集団にはたった1つの装甲士団と、3個装甲敵団兵士団しか士団レベルの機動兵力を持たず、さらにそのうちの、1つ、フェルトヘルンハレ、装甲敵団兵士団はスターリングラードで壊滅した。士団を再編成したもので、未だ休養整備中であったよ。この予備機動兵力の少なさは、機動的な防御を実行不能に追い込んでいるよ。さらに、東部戦線のドイツ軍には、ヒトラーによる、足かせ、が付けられていたよ。足かせ、それは、各地、戦略と言われるもので、1944年3月8日にヒトラーが発した、総統司令第11号、に基づくものであったよ。これは、作戦上の重要拠点を、各地、と定義し、重要な交通拠点、補給基地、政治的、歴史的威信がかかる場所を死守するというものであったよ。この、各地、に選ばれたのは中央軍集団戦区でビテブスク、ボブルイスク、スルーツク、モギリョフ、オルシャ、ボロツクの6都市と、北ウクライナ軍集団。戦区のコベリの合計7都市であり、それぞれ1から3個の師団が貼り付けられ、最後の1発まで守り通すことが義務付けられたよ。でも、師団を都市に貼り付けていたなら、敵の兵力はいくらかをそこに、展開させねばならないし、兵力の誘因になるのではないかしら。敵が大兵力を、各地、にぶつけてくれれば目論見は成功したと言えるかもだけど、もし警戒部隊だけ張り付けて主力が前線を抜けていった場合の対処や、敵に突破された場合、各地、に縛られた師団のために穴の開いた戦線を閉ざす、ことができる可能性が減少するということはあまり考慮されなかったよ。これに加えてドイツ軍の状況を悪化させたのは、航空兵力の少なさであったよ。
この1944年6月は、フランス北岸に米英軍を中心とした連合国軍が上陸した月であり、フランス方面防衛に加え、米本土からドイツ本土へ飛来する爆撃機迎撃のために、東部戦線から多くの航空部隊が引き抜かれていったよ。この引き抜きによって東部戦線の制空権は徐々にソ連側に移り、空中偵察が減少したことにより、ソ連赤軍の兵力集積を察知しにくくなっていたよ。ドイツにとって悪条件が揃ってしまっているわね。ソ連赤軍側の状況はどうだったのかしら。1944年4月、ソ連側も次期作戦の方針として、いくつかの案が浮上していたよ。一つは戦線南部でのさらなる攻勢で、バルカン半島に点在するドイツの同盟国を、枢軸より脱落させることが期待されていたよ。確かにこの辺りにはルーマニアやブルガリアといった枢軸国が、位置している地域だものね。しかし、この攻勢はバルカンの錯綜した地形に戦線を広げすぎ、また未だにソ連領土を占領するドイツ軍に差し向ける兵力が減少しかねない。というデメリットや、伸びきった側面をドイツ軍に強襲される恐れがあったのぜ。いくら数が多くても側面を強襲されては混乱は必至ね。もう一つの案はドイツ側も想定していた戦線南部からポーランドを経て、バルト海に達し、ドイツに孤軍集団を包囲しようとするものであったよ。やっぱりドイツ軍側が想定した作戦をソ連も考えていたのね。しかしソ連赤軍首脳部はたとえ突破が叶っても東西のドイツ軍から攻撃され、バルト海までの回廊の保持は厳しいと考えていたよ。やっぱり側面からのドイツ軍攻勢を気にしているのね。こうした経緯の後に決定されたのは、ドイツ中央軍集団の殲滅を目標とした、攻勢作戦であったよ。作戦は要衝ビテプスクとボブルイスクの2カ所を包囲、攻略後、ミンスクの敵主力を包囲、殲滅し、最終的には白ロシア全域を解放すると、いうものであったよ。本作戦はナポレオン戦争の優勝ピョートル、バグラチオン将軍の名前を取って、バグラチオン、作戦と命名され、作戦のために異次元の兵力が集積されたよ。書籍により集められた兵力について差はあるけれども、第1バルト及び、第1、2、3白ロシア戦線合計で125万から167万。戦車、自走砲は約4000両、火砲、迫撃砲、ロケット砲約2万、5000門から3万門。が結集され、この地上軍を約5300から7000の航空機が支援していたよ。数の桁おかしくないかしら。このような形で、バグラチオン作戦、は始まろうとしていたよ。1944年6月20日早朝、ドイツ占領地域に潜伏するパルチザンの活動が、活発化したよ。翌朝までに1万5000カ所で爆破が行われ、ドニエプルからミンスク西部までの、鉄道はズタズタになり、鉄橋は破壊され、1000カ所以上で電話線が切断されたよ。21日にはソ連赤軍の強行偵察部隊が警報装置の役目を持つドイツ軍全哨拠点を、次々に排除したよ。結果、ドイツ中央軍集団は一時的に麻痺状態となったよ。1944年6月22日、ドイツのバルバロッサ作戦から3周年にあたるこの日、第1バルト及び第3白ロシア戦線が威力偵察を行い、23日に怒涛の大進撃を開始したよ。圧倒的な兵力を前にこれまでなんとかソ連赤軍の攻撃を退けてきたドイツ軍は、手も足も出ず、ただ叩かれるばかりであったよ。頼みの航空支援も西部戦線に航空機が引き抜かれすぎた影響でこの地域の援護を担当するドイツ第6航空艦隊には40機ほどの戦闘機しかおらず、焼け石に水であったよ。ビテプスクでは素早いソ連赤軍の攻撃でドイツ軍突出部が囲まれたため、ドイツ側は有効な手段を打てず、さらに町の中心部を守っていたのは一般部隊よりも、装備が劣るとされたドイツ空軍所属の2個野戦師団であったよ。この2個野戦師団を含む4個師団からなるドイツ第53軍団は間もなく壊滅し、軍団長以下約2万2000名のドイツ兵が捕虜となったよ。その南もモギリョフ周辺ではドイツ第25装甲敵弾兵師団と第78突撃師団が、一部戦区においてソ連赤軍を押し戻すことに成功したけれども、相当な損害を被ったよ。彼らの上級司令部であるドイツ第4軍の司令官は、ドニエプル川の北まで、交代する許可を求めたものの、総統大本営と中央軍集団の物資減衰は、死守を命令するのみであったよ。結果、交代が遅れた第4軍はソ連赤軍に捕捉されて散々に叩かれ、6月28日には各地、モギリョフがソ連の手に渡っているよ。第4軍が猛攻撃にさらされている南側では、第1白ロシア戦線が、第4軍とその南を守るヨルダン歩兵対称式のドイツ第9軍の境目を、こじ開けるように進んでいたよ。第9軍のヨルダン対称には中央軍集団で唯一、そして虎の子の装甲師団である、
第20装甲師団が配備されていたけれども、混乱した第9軍司令部とヨルダン大将の命令変更で第20装甲師団はいくつかの中途半端な反撃しか行えず、27日にはボブルイスクが包囲されてしまったよ。この前日の26日、軍集団が危機にあると感じたブッシュは総統司令部に赴き、各地、放棄を訴えたけれどもヒトラーに拒否された上翌日にはヨルダン大将ともども更迭。公認に来たウクライナ軍集団長モーデル元帥が中央軍集団長兼任という形で、着任したよ。モーデル元帥はルジェフ方面での戦闘で防衛に成功して以来、各地の防衛戦で活躍していた将軍であったよ。戦線の立て直しを期待されたピンチヒッターね。1944年7月3日、ミンスクが陥落、4日にはポロツクが陥落し、中央軍集団戦区の各地は全てソ連側へ渡ったよ。モーデルはかき集めた戦力である5個装甲師団、1個傭兵師団、5個歩兵師団を持って、ドビナ川からバラの位置を結ぶ線に新しい防衛線を張り、突進してきていたソ連第5親衛戦車軍の戦車部隊に大損害を与えたよ。また、ミンスク南東で包囲されかかっていた第4、第9軍残党の退路を確保しているよ。さすがピンチヒッターなだけあるわね。しかし、この損害でひるむソ連赤軍ではなかったよ。他方面を進撃していたソ連赤軍部隊は改装するドイツ軍をシャニムニに攻め立て、7月13日にはビリニュスを陥落せしめたよ。13日には第1ウクライナ戦線か、リオフ、サンドメシ作戦、を開始。続いて18日には、ルブリン、ブレスト作戦、を発動。プリペチ昇格地を発進したソ連赤軍は戦線を立て直して、後退しつつあったモーデル軍の側面を脅かしたよ。こうしてソ連赤軍はわずか5週間で約700キロの道のりを踏破し、ポーランドの首都だったワルシャワ郊外まで進出することに成功したよ。北では北方軍集団と中央軍集団の連絡の切断が現実のものとなりつつあり、最終的には北方軍集団はクールラント半島で孤立することとなるよ。何よりもこの戦闘でドイツ軍にとって大きな痛手となったのは、多数の人的資源を失ったことだったよ。このソ連赤軍の作戦により28個もの師団が地図上より消滅し、35万名から40万名もの兵が負傷し、戦死し、行方不明となったよ。この後ドイツ軍はこの人的損害を回復しきることはできなかったよ。また47名いた将官のうち31名が戦死、行方不明、捕虜となっているよ。31名もの将軍がいなくなるってヤバすぎるわね。ソ連側も約17万、8千名の戦死者と約57万、7千名もの負傷者を出しているものの、この存在もソ連とスターリンにとっては許容範囲内の存在であったよ。この戦いを、戦闘はソ連本土からポーランド、そして東プロイセンへと移っていき、ドイツ本土防衛戦へと繋がっていくこととなるよ。今回はこのあたりで終わりにしようと思うよ。ご視聴ありがとうございました。